皆さんこんにちは。日本歴史探検のお時間がやってまいりました。私リポーターの松永です。今日はここ中野城町の四万温泉にやってきております。ゴールデンウィークということもあってたくさんの観光客の方がいらっしゃっていますね。それでは早速行ってみましょう。四万温泉の歴史は古く、平安時代にまで遡ります。四万温泉の名前の由来は、四万の病が治るということから来ており、古くから湯治場として栄えてきました。泉質は柔らかく、草津から江戸へ帰る途中の道にあったこともあり、草津の上がり湯とも言われています。今ある商店街ですね。こういった道を歩いていると温泉に来たっていう感じがしますね。ちょっとそこに何かをされている方がいますね。声をかけてみましょうか。でこの四万というのは元々その四万の病に治す医療というか、四万が使用ですね。でまあ、この温泉、まあ、温泉とか、要するにここですね。ここにその神様を使った商人、
まあ、非常にですね、絵画的な面白さっていうところでも、まあ、そうですね、はい、はい、これはもう温泉芸術研究所にとっても、その温泉芸術にとってもですね、非常にその、まあ、重要な部分であるかなと思うんですが、まあ、私はどこがその芸術と言ってるところにもまあ起因するわけでございますが、やはりそのですね、まあ、古いものからですね、そのままただね、それをただ見せるっていうのは、それはもう芸術ではないと、まあ、その古い価値観を、まあ、そのまま、まあ、もしくはそのままね、何かあるものを、まあ、出してくれるのはもう芸術じゃなくて、まあ、まあ、言っちゃ必要ですけど、まあ、その芸術にはなってない芸術のようなことをしているというように私は思ってしまうわけです。そういう上ではですね、まあ、新しいことにチャレンジしていく、まあ、その古いことをちゃんと学び、古いことを知った上で新しいものを提示していくということが非常に、重要だということで、まあ、しまうことだと思います。まあ、非常にね、ただ私は皆様ね、見てる通り非常に硬い人間だと、ね、思われておりますので、硬い人間が考える上ではですね、すごく柔らかいものを作りたいなということもあって、そのしまんこちゃん、こちらの方のですね、T シャツもですね、実はですね、作っておりますね。これ白地にですね、まあ、黒のタイプと、黒地にこのように白のタイプがありまして、まあ、1着ですね、3500円からと、まあ、ちょっと高いんですけれども、購入することができますので、ぜひですね、まあ、ここのですね、ところです。ぜひ行っていただければいいんじゃないかなと思います、はい。他にもですね、グッズなんかがたくさんございますので、まあ、これだけじゃなくて、マグカップであったりとか、まあ、非常にですね、温泉芸術研究所がですね、活用してくれるように式になっておりますので、ぜひご購入、まあ、1つだけではなく、まあ、1人3万円以上買ってもらえると、非常にいいかなと思います。まあ、本当に、ね、芸術のためだというわけなので、まあ、でもそういう投資するという